マウントポジションサイドポジションの一つ、横四方固めグラウンドポジションは、総合格闘技などの格闘技で競技者の足の裏、以外が、マットについている体勢、または、状態のことを言う。グラウンドポジションでの攻防には、打撃が含まれたり、片方が、スタンディングポジションである場合があるため、寝技とは異なる概念とする見方もある。総合格闘技における、 インサイドガードポジションからのパンチピンフォールや、抑え込みによる、決着の有無や、関節技、打撃技、相手を叩きつける、投げ技、の有無など、格闘技の種目やルールの違いによって、グラウンドポジションでの攻防セオリーは異なる。ある競技では、絶対有利という体制も、別の競技では、無意味とされる場合も多い。また、同じような体制でも、 体の角度や腕をどこに置くべきかという細部が異なることが多い。競技場でも全く同じ体制等が競技、ルールによって異なる扱いをされることがあり、例えば後術のハーフガードポジションからトップポジション側が足を抜いてマウントポジションをダッシュしたケースだと、ブラジリアン柔術では3秒以内にハーフガードに戻ればパスポイントが入らないのに対し、 柔道では抑え込みの宣告後3秒以内に、マウント側の膝元に足が絡む状態に戻っても抑え込みは続行され、サン歩では密着さえ保たれていれば、フルガードポジションの上や、ハーフマウントでも抑え込みの対象とされるというように、各々の特色が見られる。ブラジリアン柔術や、グラップリングのルールでは、グラウンドポジションの攻防において、ピンフォールが存在しない、関節技。 締め技によるタップアウト決着を前提としている、こ着時にも待て手がかかりにくい、相手を叩きつける投げ技が禁止されているなどの特徴があるため、ガードポジションからの攻撃やパスガードが重視される。柔道と同様、同じ正体した上でもインサイドガードポジションより、そもそも込み技の上の方が有利とされている。柔道と異なり、マウントポジションや、 バックグラブがさらに有利とされる。また、ブラジリアン柔術では、ポジショニング理論に基づいた、得点性が導入されている。アマチュアレスリングやプロレスのルールでは両肩が、マットに接する状態で抑え込まれると、ピンフォールにより決着となる、相手を叩きつける投げ技が許されている。アマチュアレスリングでは首への締め技が禁止されているなどの特徴がある。そのため、 グラウンドポジションでの防御の体制には素早く立ち上がることを重視したパーテールポジションが多用される。攻撃側は通常サイドポジションからの抑え込みを狙う。バッククラブはグレコローマンスタイルでは反則、フリースタイルでは逆転フォール負けのリスクがあるので滅多に使用されない。プロレスにおいても攻めている下の選手がピンフォールとみなされることもある。 アマチュアレスリングで下になったレスラーは、ブラジリアン柔術や、柔道のようにガードポジションから攻めようとしたり、粘ろうとすることは、まずなく、ガブられるかポイントを取られることを覚悟で背を、向けうつ伏せになる。グラウンドポジションでの打撃や相手を叩きつける投げ技が、認められている総合格闘技では、下のポジションを素早く回避したり、マウントポジションなど相手の上位をダッシュすることをより、 重視した技術体系となっている。また、インサイドガードポジションや、かぶりなどの完全に相手を制圧していない、体勢からの打撃も有効な攻撃手段である。柔道のルールは、立ち技で相手を投げることを重視し、うつ伏せよりも仰向けで倒した場合より高得点となる、相手と正体して、仰向けで下になって、ガードポジションを取っていなければ抑え込みとみなされる。 攻防が膠着すれば、待てがかかり、立ち技から、仕切り直しとなるなどの特徴があるため、グラウンドポジションでの防御の体制としては、うつ伏せや、そこから手足を引っ込めた亀の甲の姿勢、亀の姿勢が多用される。ブラジリアン柔術と、同様、ガードポジションを取っていれば、下になった後は、ポイント、スコアは取られないのでパスガードや、ガードポジションからの締め技、関節儀、 スイープの技術が豊富にある。ブラジリアン柔術では禁止となる外掛けは合法とされる。ロンドンにあった寝技が優れてるとして知られる古流柔術の不戦流を日本で学んだ谷幸を三宅太郎によって設立された道場の柔術。グレー,シー一族に柔道か柔術を教えた前田光生が指導員をしていた。 柔道やブラジリアン柔術と同様、同じ相手と正体した上でも、インサイドガードポジションよりそもそも込み技の上の方が有利とされている。柔道と異なり特に、マウントポジションが有利とされる。ブラジリアン柔術とは異なり、バックグラブやバックマウントは特に有利とされていない。柔道とブラジリアン柔術の中間的な考え方と、 なっている。バックマウントポジション上の選手が、下の選手の胴体に正対し馬乗りになっている状態を指す。柔道における縦四方肩の体勢。横四方肩に比べると安定性には欠けるが、上の選手は両手が自由に使えるため、グラウンドパンチを打ち込んだり、関節技や締め技も仕掛けやすく、上の選手が圧倒的に有利なポジションである。 打撃技のないブラジリアン柔術においてもこのポジションには大きなポイントが与えられており首への締め技にも持っていけるので絶大な効力を持つ基本的にはバックマウントポジションとサイドマウントを除くと縦四方型だが相手と胸が密着しなくても完全に胴をまたいでいればマウントポジションは認められる別名マウントバックマウントポジションアマチュアレスリングでは ライドという。上の選手が下の選手の胴体に生体し馬乗りになっており、下の選手はうつ伏せになっている状態を指す。上の選手は一方的に殴ることができ、締め技や関節技も狙える。下の選手は上の選手を見ることができない。攻術のバックグラブポジションと重複する部分もあるため、攻術するバックグラブポジションと合わせて、 バックポジションと言われることもある。別名バックマウント。サイドマウントサイドマウントは、アンダーマウントから横転して逃れたい相手を、片膝を立てて、かかとで押さえた状態。バッククラブへの移行や片端目を狙う過程によく、現れる。s 字マウントマウンティングからさらに片足が、相手の肩を越え、枕状に後頭部へ差し込まれた状態。 トライアングルホールドへのアタック上よく現れる。または、ボトムポジションからこれでリバーサルした体勢。アンダーマウントポジションマウントポジションを取られている、相手の下の選手の状態。バッククラブからの裸締めバッククラブは、相手の背中にくっつき、両足を相手に絡ませた状態。背後の選手は、一方的に殴ることができる上、締め技などを狙いやすい。 背中を取られた選手は相手選手を見ることができない。レスリングでは異なるが背後の選手が圧倒的に有利なポジションである。このポジションは両者が仰向けになっている方が背中を取られた選手が亀になって防御することが難しいためより有利である。ブラジリアン柔術での別名バックコントロール。ニーオンザベリー仰向けの相手選手のつま先側の 自らの片膝、または片すねで、相手選手の腹、または胸を押さえ、もう一方の膝を床から浮かせた状態。上の選手が有利な状態。両手で片襟肩袖を取ることが多い。柔道国際ルールにおける抑え込み技浮き方の原型とも言われる。別名ニーオンストマック、ニーオンベリー、ニーオンチェスト、ニーマウント、ニーライド、ニーインザベリー。 サイドポジションの一つ崩れ、下下ため状の選手が、下の選手の胴体を横から押さえ込んでいる状態を指す。柔道でいう横四方肩下下方、方下下方の体勢である。上の選手が有利なポジションであり、様々な技をかけることができる。マウントポジション以上に、攻撃のバリエーションに富むため、選手によってはあえて、 マウントポジションを取らずにこの体勢から攻撃を仕掛ける。この中で特に横四方固めは選手によっては最も安定して抑え込むことができる。ここから相手の足の方を向き、足を交差させてマウントポジションを狙ったポジションを千キロ自己スタスと呼ぶことがある。ノースサウスポジション柔道の上四方方方上四方方の体勢。 この体勢から極めることができる締め技、関節技は限られるが、相手を安定して抑え込むことができる。仰向けの下の選手と向かい合った上の選手との間を、下の選手が足で隔てていたり両足で、上の選手の胴や足を絡めている状態の時、下の選手のポジションをガードポジションという。ポジショニング技術における重要な要素である。 工術のように足の置き方で様々な種類がある。一見すると、上の選手が有利に見えるが、下の選手にも様々な関節技、締め技を極めたり、スイープのチャンスがあるためそうとも限らない。植松直也は、寝技の打撃が認められていると、ガードポジションの優位性は低まるだろう、としている。クローズドガード、ハーフガード以外のガードポジションを、抗議のオープンガードという。 クローズドガードクローズドガード倒れた側が相手の胴体を両足で挟み相手の背面で足首を組んで抑えている状態この体勢から自ら両足を固定しているため関節技、スイープを狙うことは難しい相手にパスガードされそうになったサイドを取られた体勢から持ち直した時などの一時的な防御の体勢と言える一瞬足をリリースした状態からならば 袖を引いて、足をすくうペンデュラムスイープや起き上がって引き倒す、ヒップスローと攻撃の幅はやや広がりうる。別名クロスガード。アメリカ海兵隊の接近戦マニュアルに見られる、オープンガードの基本形スパイダーガードスパイダーガード右手の相手の左袖をつかみ、同じ側の右足の裏を、 相手の左上腕に当てるのが基本的な形である。手で引き、足で押すことで相手を固定、コントロールする。両足とも行う場合、片足だけで行う場合がある。残った足は、すねや足の裏を相手の腰骨あたりに当てておくことが多い。キックスパイダー。巻きつけ、スパイダーガード略称巻きスパイダー。同側の相手の袖を掴み、 同速の足を外側から相手の腕に巻きつけ、足の甲を上腕の内側に当てる。原則、片足で行う。残りの足は通常のスパイダーガードと同じように置く。ソーガードとも呼ばれ、ここからは、傾きをした足とどうやってた足とでともえ状に返す、リフトスイープ等で攻めることができる。デラヒーバガードブラジリアン柔術の稽古で使われた、 デラヒーバガードヒカルド・デラヒーバが開発したガードポジションの一種。相手は立ち、こちらは相手の足に足を絡めている体勢。相手がこちらに背を向けて、こちらの片足をまたいでいる状態になる。例えば、相手の右足はこちらの両足の間、左足はこちらの左足の外側となる。もちろん相手がいきなり背を向けて、 こちらの足をまたいだからこの体勢になったわけではなく、こちらが相手を半身にさせ、足を差し入れている。そのため、相手は不利にならないよう、できるだけ、こちらに正対しようとし、こちらは背を向かせようとする。さきの例の場合、相手は右回りに力を加え、体勢を保持しようとする。フックガードヒカルドデラヒーバが開発した、ガードポジションの一種。 足を折りたたみ、足の甲、足首あたりを相手の内ももに当てる体勢。足で押すことになるため、両手でしっかり相手を引きつけることが必要となる。足が相手の下に入っているため、スイープは狙いやすいが、関節技は狙いにくい体勢。ラバーガード赤による、ラバーガードのイラストエディブラボーが開発した、ガードポジションの一種。 自分の右足首を相手の首に巻きつけた上、自分の左手で掴み、相手の動きを制限する。バタフライガード柔道の稽古での、バタフライガード両足をやや折りたたみ、足の裏を相手の腰骨に当てた状態。両足がほぼ自由であり、いろいろな関節着スイープが狙える反面、パスガードされやすい。ハーフガードポジションガードポジションの一種で上になっている。 選手の片足が下になっている選手の足の間にある状態を指す。不完全なガードポジションという意味でハーフガードポジションと呼ばれる。しかし中にはこのハーフガードポジションからのスイープを得意としている選手もいる。代表的な形態として両足で相手の片足を挟み込む足絡みがある。このうち片足の甲を挟んだ相手の足の甲に当てる二重。 ガラミは特にこのポジションを維持しやすくする。また、ハーフガードポジションを除くガードポジションを総称して、フルガードポジションという。X ガードブラジリアン柔術の大会で使われた、X ガードイノキあり一方の選手が立ち、もう一方の選手が、グラウンドポジションにいて、双方が攻撃を仕掛けようとしている状態を、猪木あり状態と呼ぶ。 名前の由来は1976年のアントニオイノキ対モハメド・アリセンで両者が同様の体制になったことからオープンガードポジションともスパイラルガード50から50ガード50から50ガードを実演するメガトン・ディアスなどインサイドガードポジションガードポジションを取られている相手の上の選手の状態ハーフマウントポジションを除けば相手の足で有効な動きができず 有効な関節技締め技は、足への関節技といくつかの締め技に限られている。原則、腕への関節技はかからない。ガードポジションの種類にもよるが、インサイドガードポジションからパンチを当てることは、サイドポジションやマウントポジションからと比較すると難しい。足への関節技は有利なポジションを保ったままかける、ことが難しく、失敗すると口述する。 スイープをかけられたのと同様の不利なポジションになる。ハーフマウントポジション、ハーフガードポジションを取られている、相手の上の選手の状態。インサイドガードポジションの一種、マウントポジションには含まれない。他のインサイドガードポジションほどではないが、関節技・締め技は極めにくい。パーテールポジションを取るアマチュアレスリング選手、アマチュアレスリング系の競技においては、 グラウンドポジションでの防御側は、ピンフォールを避けつつ立ち上がり、スタンド状態に戻すことが要求されるため立ち上がり、安さを重視し、両膝を突き、両手を突っ張る体勢である、パーテールポジションを取ることが多い。ディフェンスポジション、クラウチングポジションとも、カメカメ、または、タートルガードは頭を下げ、両手足を地面に密着させる体勢のこと。 柔道などの組系格闘技では、防御法として一般的であるが、打撃技のある総合格闘技においてはあまり使用されない。ブラジリアン柔術においても、亀状態のままでいれば、バックマウントポジションを取られてしまい、相手にポイントが入るため柔道ほど多用されない。柔道家の木村正彦は、高専柔道では、亀はあまり見られなかった、としている。別名亀の子の姿勢。 ガブリガブリスプローリングポジションとも。前鏡、うつ伏せに寝ている、または、パーテールポジションを取る、相手の正面から、相手の肩口、または背面に乗りかかるように覆いかぶさった姿勢のこと。四点ポジションがブリ、亀、または、パーテールポジションにおいて、防御側の両手両膝が、地面についている状態のことを特に四点ポジションと、呼ぶ。別名四つんばい。 四つ杯、はい。グラウンドポジションにおいて、インサイドガードポジションから、下の選手の足を乗り越え出し、サイドポジション、ノースサウスポジションに移ることを、パスガードという。など様々な方法がある。リバーサルは、下の選手が、アンダーマウントポジションや、ガードポジションなど不利な体勢から相手をひっくり返し、上下を入れ替えること。柔道では同様の技術を、 返しと呼ぶ。スイープスイープは、ガードポジションから相手をひっくり返し、上下を入れ替えるリバーサル。など様々な方法がある。ありがとうございます。